もう一度歌を歌いたい。その誓いはステージ4のがんをも乗り越えました。堀ちえみさん、舌がん完治後初のコンサート。ここに今私がいられる、これをこうやってね歌を歌っていられるのは本当にいろんな皆さんのお力添えで、私が今こうやって歌が歌えている。5年にも及んだがんとの戦い、支えとなったのは家族との絆でした。57歳、舌がん完治後初のコンサートに向けリハーサルに臨んでいました。後半がね、ここまでだから一括りするね、リバンが。リハーサル終了後、ちえみさんにコンサートへの思いを聞きました。歌うことにチャレンジをまた再びできたというのを大事にしていきたい。生きていること自体が素晴らしいんだっていうことを感じてほしいと思って、それを同じ空間で共有できればいいなと。悲しいことがあっても、みんな絶対に辛いことも悲しいことも誰しもがみんな経験したことあると思うんですよね。でも生きているってこんなに素晴らしいんだっていうことを体感、実感していただけたらいいなと思って、当日はステージに立ちたいと思っています。舌がん完治後初のコンサートへ向け、準備に余念がないちえみさん。この日を迎えるまでに実に5年の時間を要しました。私、堀ちえみは口腔がんと診断されました。いわゆる舌がんです。ステージは4です。ちえみさんが体調に異変を感じたのは2018年のこと。2018年の5月ぐらいかな、なんとなくこう白い点があるっていうのはもう早くに気づいていて、最初は口内炎だと思っていた痛みは日に日に悪化。病院へと行きますが、あちこち病院に行きましたが、医師から大丈夫とか口内炎って言われた言葉を、まあ、私の場合鵜呑みにしてしまって、セカンドオピニオンに行ったんですけども、また口内炎という診断で。しかし痛みは一向に収まらず苦しむちえみさん。そんな中、インターネットで見つけたある画像が目に留まります。出てきた画像があまりにも自分の状態とまるで同じだったっていうことと、状態がステージ4だっていうことをもう自分で気づいてしまったので、確信した時に震えが
止まらなくって、その日は夜眠れなくって。画像によって自らがんを確信した千恵美さん、その確信を家族に伝えると、主人が一生懸命あちこちの大きな総合病院に電話をして、専門医のいるとこでちゃんと見てもらえるように、もう本当に懇願したみたいで、うちの神さんは見つけてしまったと、自分でもうステージも読んだっていうふうに確信までできるぐらいの状況なので、助けてくださいってお願いをして、何年も何年もかけた。そして2019年1月千恵美さんに舌がんが告知されました。一番末っ子の娘にわーわー泣かれて、もう母さんががんだなんてと信じらんない。当時16歳でしたので、16年しか一緒にいてないんだよって、お母さんと生きてほしい、お母さん生きてって。母親のがんを聞いた7人の子供たち、中でも当時16歳の末っ子は動揺を隠しきれなかったといいます。手術を受けて生きていてほしい、手術を受けると喋るのも大変になってしまうっていうことも説明を受けていたので、手術を受けると話がもうできないかもしれないよっていうふうに娘に伝えたら、何にもできなくていいから喋れなくてもいい、今までのように私のそばにいて、今日あった学校での出来事とかお母さんに聞いてほしい、聞いてもらいたいから生きてほしいっていうふうに懇願されて、娘の涙を見て覚悟を決めました。娘の涙に覚悟を決めた千恵美さん、手術に挑みました。今日は3月6日水曜日です。術後12日が経ちました。手術は11時間以上に及び、下の6割以上と首のリンパに転移した腫瘍を切除、新たに舌を作るため太ももの組織を移植しました。そして術後、千恵美さんを苦しめたのは体への大きな負担、自分自身へのダメージっていうのが結構あって、こんなになっちゃったっていうか、術後はやっぱ顔も腫れ上がっていたし、首も腫れていて声は出ないし、喋れないし、口も閉じない状態で、人生どうなっちゃうのかなと、命は助かったものの、この先どうやって生きていけばいいのかなとか。そして大好きな歌への未練も、もっと歌っとけばよかったな、もったいないことしたなとか、本当に手術室に入る直前に一曲歌を歌って残しとけばよかったぐらい、そこまで考えてなかったので、歌も歌えるだろうぐらいの気持ちでいたので、何も残せていなかったのが悔やまれたっていうか。塞ぎ込む千恵美さん、しかし家族は違いました。家族はもうずっと前向きで、娘も本当に泣いたのはその1回だけで、あとはあの時あんなにか弱く見えた娘が
すごい今度はたくましく見えて、私の気持ちが後ろに向いたら、何言ってんの、頑張ればいいじゃん、くよくよ考えないで大丈夫だよっていうふうに、ライブを成功させるまでは泣き言を言う私に、もうぐいぐい私を引っ張っていってくれて、こんなにこの子強かったかなっていうぐらいたくましく成長したというか。家族に励まされ、千恵美さんも順調に回復、退院のめどもつきました。しかし食道がんが発見されたのです。一箇所どこかに出たっていうことは、他にも出ているかもしれないということを疑わないといけないなんて、なんて辛い病気なんだろうっていう恐ろしさを知ったのと同時に、2回目の方がなんかきつくって。しかしここでも千恵美さんを支え励ましたのは家族でした。早期に発見できたからよかったんじゃないかと。結論はもうなかなか見つからなかったっていうか、見つけてもらえなかったのに、食道がんは早期に発見できてラッキーだったっていうふうに主人に言われて、あ、そういう考え方があるんだなと。私の心が乱れた時に、がん患者の気持ちがね分かってないと、そういう前向きなことばっかり言ってるけど、私は2回目で非常にショックだということを言いましたらば、君はがんの患者の家族の気持ちが分かるのかっていうふうに言われまして、一方的に私は自分が辛いことを当たってばっかりしてたらダメなんだと、私だけが辛いんじゃなくって、それを見て聞いている家族はもっとどうしようもない深い悲しみを中にいるんだなっていうふうに思えたら、あ、頑張って乗り越えないといけないというふうに考えを変えることができました。さらに長女からの提案が千恵美さんを勇気づけました。母子での交換日記、一冊の一日一ページ日記っていう日帳を渡されて、でお母さんこれに、一日の出来事を書いて、私も同じ、ほら同じ日帳を持っているから、お母さんにも渡すから書いていって、で時々交換して見せ合いっこしようって言われまして、私の気持ちを前向きにしようと。お母さんはきっと私が読むっていうことを考えたらマイナスなことは書かないだろうっていうふうに考えがいったみたいで、その日記帳には前向きなことばっかり書いてて、病気が治ったら旅行へ行きたい、歌いたいはもちろんですけど、そういうことを全部書いて、一つ一つ後に実現できたら線を引いて、夢が叶ったら一つ一つ消していってっていう、それがまた楽しくって。そして5年の月日が流れ、今年2月舌がんは完治。みんな覚悟したというか、一時はもう消えていなくなってしまうかもしれないっていう悲しみに
一旦落ちて、そこから家族が一致団結して、家族は家族で私の見えないとこで這い上がってきて、私を支えるっていう役割に多分徹してくれたんだと思います。自分が逆の立場で家族がもしそうだったら、本当にそこまで強く本人の前で明るく大丈夫だよってこう振る舞えたかな。だから相当やっぱ強い意志で家族は団結して支えていこうっていう気持ちが強かったんだなって思います。ちえみさんは約束の場所に帰ってきました。おはようございます。おはようございます。今日頑張ってください。おはようございます。会場前には詰めかけた多くのファン、そこにはちえみさんの親衛隊の姿が。本当にもう涙が出るほど嬉しかったです。本当にちえみさんが頑張ったので、ちえみさんありがとうっていう気持ちでいっぱいです。頑張ってくれてありがとうっていう気持ちで。堀木ちえみさんのために拍手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 。諦めた時もあって、覚悟をして、そこからもう一回生まれ変わろうと思って手術に挑んで、病気を乗り越える上でも元気になった私の姿、またマイクを持って歌っている姿、生きているってこんなに素晴らしいんだっていうことを体感実感していただけたらいいなと思ってステージに立ちたいと思っています。皆さんにありがとうっていう気持ちを何か形にして残したいと、ここに今私がいられる、これをこうやってね歌を歌っていられるのは、本当にいろんな皆さんのお力添えで私が今ここにいて歌が歌えてるっていう、そういう気持ちを、ありがとうの気持ちを
を詩に書きました。病気をしてからステージに立って皆さん の、 その声援とかを生で聞くと生きてるんだっていう実感が湧いて新たな感動というか緊張感もあって感動もあるっていうこういうステージを積み重ねていって皆様の前で歌う機会をどんどん増やしていって何かを皆様にお届けできたらいいなと思っています。命をかけて頑張っていきたいと思っています。